皆さんこんにちは、ハードワーカーの大西でございます。いつもベアーテニスチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回ですね、久しぶりにね、商品の紹介をしていきたいと思います。はい、今回紹介する商品がこちらですね。ストリングです。レクシスコンフォートとレクシススピード、はい、これヨネックスから新しく出た、ストリングとなっておりますんで、それぞれね、私が売ってみて感想をね述べていきたいと思います。はい、でこのレクシスシリーズですね、もともとレクシスっていうガットがあったんですけど、ちょっとこう枝分かれしてレクシスコンフォートとレクシススピードっていう、2種類のガットが新しく、発売されたということで、まあ大まかに製品の特徴というか内容をね紹介しておくと、このレクシスコンフォートっていうのが、まあ、いわゆるマルチフィラメント構造ですね、まあ、小さい糸が束になってできた、ストリング、はい、でこのレクシススピードっていうのが、一本の芯ですね、一本の芯に、細い糸を、巻きつけていったっていう、まあ、ストリング、まあ、簡単に言うとそういう作りに違いがあります。はい、で実際私が売ってみて、まあどういう感触やったかっていうのを皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、まずはこちらのレクシスコンフォートがですね、売っていきたいと思いますので、売っている映像をご覧ください。こちらのレクシスコンフォート売ってみた感触はですね、まあ、非常に、まあ、ナイロンの型ということもあって柔らかいで、この打感ですね、まあ、当たった瞬間こうグッと掴むような、まあ、ホールドしてくれるような感触があるかなと思います。なので、まあ、コントロールの精度を上げたい、より食いつきを求めている、お客さんなんかにすごいおすすめのガットかなと思います。はい、では続いてこちらのレクシススピードを打っていきたいと思います。こちらのレクシススピードは、まあ、先ほどのコンフォートに比べるとグッと掴むような感覚はなくて、どちらかというともう当たった瞬間にパーンと、まあ、軽く、ボールが飛んでくる、だからボールを弾くような、打感が強いかなと思います。はい、なので、まあ、あまり力がないプレーヤーの方でもパンと、ボールと面をショートさせることによって、まあ、スピードのあるボールが打ちやすいのかなと思います。まあ、その名の通りレクシススピードということですね。はい、でまあ私個人的には、まあ、どっちが好みやったかっていうと、私はこちらのレクシスコンフォートの方ですね。はい、まあ非常に
まあ、食いつきがある方が私、個人的には好きなんで、まあ、特に、ネットプレーを多くしていくということで、まあ、ボレーが非常に、食いついて、スライス回転であったり、スライス回転の量を多くしたりっていう感じでコントロールしやすかったかなと思いますんで、まあ、これは好み分かれると思うんですけど、まあ、個人的にはレクシスコンフォートの方が、まあ、打った感触は好きやったかなっていうところですね。はい、ということで本日はこちらのレクシスコンフォートとレクシススピードね、試打していきました。はい、まあ、ハードヒットする男性向けというよりかはどちらかっていうと、ジョダブプレイヤー、あとはまあテニス始めたてのジュニアなんかに非常に使っていただきやすい、ストリングかなと思いますので、ぜひ、好きな方、はい、気に入った方を皆さんに選んでいただければと思います。はい、でこちらの商品ですね、テニスハウスベアの方でも、ガットの方販売、あとガットの張り上げの方をやっておりますので、ぜひ、概要欄に貼ってある、リンクからね、覗いていただければと思います。はい、本日はご視聴いただきありがとうございました。